プロスビーエースということで、落としたんやっていうところで、今日はもうね、勝負するために勝負服着てきた。これで今日はね、勝負した初めて俺ポルシャツ以外に出るんちゃうということで、今日はなんと、プロスピ福袋が今やってるんで、今日福袋ガチャやります。シーズン2の選手が2人取れんだもんね、自チームで。だから誰か分かんないけど、だからそれでやっぱり欲しい選手が欲しいじゃん。取っていくために今日はこの格好で、これでもし運気がさらに上がったら、最近ちょっとね、でも俺はガチャ運気は結構いいと思うんだよね。全体的に欲しい選手結構引けてるやん。だから今日も引けるんちゃうかっていうところでね、調子こいてこんな服着てきました。だからもうもし今日欲しい選手が当たんなかったら、もう二度と着ないこの服さあということで、今、画面にあるのが里崎の今ね、リアタイ対戦オーダー。今こんなオーダーです。キャッチャー小林、ファースト福浦さん、セカンド友崎、サードおかわり君、ショート坂本、レフトデスバイネ、センター丸で、ライト鈴木誠也で、 DH 柳田で、控えにね、代打の切り札近藤、ダイソーの切り札源田で、守備どこでもできる牧原で、小林に代打4位組んで甲斐。何が足りないんだろうね、もう俺もよく分かんないけどね。なんかみんないい選手だからさ。で、投手がピッチャー山本由伸、ダルビッシュ、松井裕樹、菅で、 A の千賀、だから S の千賀が欲しいんだよね俺はね。で、中継ぎが石川、ハーマン、藤島、菊池で、抑え山崎康明、うちちょっと今外れてるで、ベンチに枠井っていうね、ところがこんなメンバーです。うちなかなか抑えれないんだよね。だからリーグオーダーにはうち入れてんだけど、リアタイじゃちょっとうち苦しいんだよね。選手が S だけだとこんな感じでいるんだよね。 S だけだと結構いるね、頑張って集めてるからね。だから何が欲しいかな、俺何が足りないのかコメント欄で教えてほしいよね。もっとこうした方がいいよとか、あの選手の方がいいよとかっていうのも教えてほしいよね。俺のオーダー見てどうしたらいいかね、よく分かんないんだよね。リーグオーダーとかも半分適当なんだよね。リーグオーダーこんな感じなんだよね。で、投手がねこんな感じ、リーグオーダーは。だからちょっと皆さん、もっとこうした方がいいよっていうのは教えてください。よく分かんないんで、覇王になるためにリーグオーダーもリーグ7での残留が限界で8になかなかいけないんで、だもっと佐々木さん持ってるデッキでこうやって8いけますよっていうのはね、教えてください。で、それじゃ無理だったら無理って言ってください。みんなと一緒に頑張っていきましょうね。さあということで、手間かかってきたしさあということで、福袋は自チーム選手2020シリーズ2ランク S1 人確定、3回目と5回目だから、要はそこまでいけば2人は自チームの S が取れるんだよね。かぶるかもしれないけど、それと2回目購入で S ランク1人確定シリーズ2、これはもうランダムっていうところで考えると、まあ今ロッテでいうと見守ってるんだよね。前にゴールド契約書でね、あれだから松田欲しいんだよね。でも見守のかぶったらきついじゃんね。日本ハムも特に今欲しいのはないね。あ、山岡とディクソン欲しいね、オリックス。でも他の選手当たる可能性もある。戸郷も欲しいね、戸郷。俺いっぱい持ってるから A。 あとデラロサもいっぱい A 持ってる。外、三島、平、この DeNA も結構いいね。阪神、青柳、スアレスなんてだって先発中継ぎ抑え全部使えるんだもんね。それも熱いよね。ドラゴンズ、大野当たらんかな。大野欲しい。へえ。ヤクルト、山田哲人欲しい。山田欲しいね。西武、外崎いいね。外崎欲しいな。外崎、この松田もいいらしいんだよね。ソフトバンク、いやソフトバンク千賀が欲しい。しかもこのアニバーサリーで出るけど、そしたら一番下のタイピンチが消えんだよね確かね。だからこれはこれでいいらしいんだよね。俺周東でもいいんだよね。そしたらさ、どこでも守れるからさ、ダイソーからの守備固め、守備要員いけるじゃんね。周東でもいいね。森欲しいね。同郷徳島、森もすごいなんか熱いらしいんだよね。でなんか限界突破読んで中継ぎもいけるらしくて、俺森の上も持ってるから結構。森も欲しいね。バレンティンは持ってるからね。そこまでまああったらあったらでいいけどね。楽天、浅村欲しいね。
でもここブセニッツも持ってるからね。だからかぶっちゃいやよ、かぶっちゃいやよになるからね。さあやっぱこれあれか、ソフトバンクやな。欲しいのあるけどソフトバンクだと俺千賀シュート森でいい、だから4分の3で OK が欲しいから、他のチームやっぱり欲しい選手もいるけどかぶっちゃったりねしてもあれだし、だから一番最初2人目でソフトバンクの人が当たったら悩むね。奇跡の撮れてない動画が撮ってたのに、あ、電話かかってきて切れたね。電話かかってきたし、マジギャグだよ本当。絶対それや、当たったのはね千賀が当たりました。ブリーンってきて、なんだこれ、なんだあの電話、お前誰からが電話かはあえて言わないですけど、そんなことある？ブルーブルーまで2枚引き2枚引き2枚引き、お、ブルーこれ2枚引きなのかな、よく分かんないけどね、2枚引きじゃない、来た中村雄平シリーズ1、2枚です、2枚だね、じゃあ最後やな、よし、ライデル・マルティネス。まあでもなんかタイピンチついてるからいいらしいんだよね、中継ぎでも使えるから。3回目自チーム1人確定、頼む千賀おら来たおい、オッケーなこれ。でも最後1個取れるから、そうですね、うん、うまくまとめよう、すいませんね、電話が鳴ってそんなことあり得る。オリックスで行こうか、山岡ディクソン狙いで行った。一番欲しいのは山岡、すごい炎まで来てる、2枚とかあんのかな、行こう、2枚あんのか、うわびっくりした、今来たのかと思った、うわ A ばっかりはこうへんな、こい S、 ほら S 結局1、2、3枚、4枚か。さあ最後山岡かディクソン、大城でも OK、 ジョーンズはやめてね、ジョーンズ。頼む